皆さんこんにちは。定時になりました、京都新聞総合研究所と佛教大学オープンラーニングセンターの提携講座アートサロンを始めたいと思います。今日もたくさんの皆様にお越しいただきました。本日はですね、ソニー企業株式会社の社長長野大輔さんにお越しいただきまして、ソニーパークをですね、今まで銀座で展開されてきたその、延長線上でですね、発展系として、京都新聞等で、開いていらっしゃる、展示についていろいろとですねお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい。それでは私の簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。ソニー企業の、社長をしております長野と申します。で今出ておりますソニーパーク展京都、こちらの、主催者でございまして、銀座にあります、ソニーパーク、銀座ソニーパークと呼ばれているんですけど、そこで行った、イベント、ソニーパーク展というイベントを今回銀座から初めて外に出して、京都でやらせていただくというのがソニーパーク展京都になります。銀座の街って行かれた方多いと思うんですけど、公園が ほとんどないですよね。公園だけじゃなくて自由に座れる場所がない、休憩する場所がないということで、公園があることで街にリズムが生まれるんじゃないか、お買い物に行きました、休憩できないからちょっと帰っちゃおうかなっていうんではなくて、一回公園で休憩してじゃあ次食事に行こうであるとか、そういった街にリズムが生まれるんじゃないかということで、僕らは銀座の公園を作ったというのが、プロジェクトのスタートになります。銀座の公園、銀座に公園を作るって時にソニービルの土地っていうのはそんなに大きな場所ではないのでないんですけど、まず余白を作ろうというふうに考えたわけですね。で、その余白を使っていろんな、イベントごとをやって来る人に楽しんでいただけるようなことを考えていたわけですね、はい。ソニーパーク地上から見るとこんな感じで、ただ地下がソニービルの、躯体をそのまま使っているので地下でイベントをやることが多かったんですね。地下は写真今ご覧いただけるようなイベントをやってたくさんの方にお見えいただいた。で、地上ももちろんイベントをやって、これ右側の写真がライブ、音楽のライブをやってたくさんの人が集まっている、コロナ前ですけどね。で、左側はラジオの公開放送をやって多くの人が集まっている絵なんですね。で、イベントがない時はどうなるかというと、さっき僕が言った余白ですよね。銀座の出町は、休憩できる場所が少ないっていうことだったんで、僕らは余白を作ることによって休憩スペースを作ったわけですね。これ写真見ていただいてわかりますけど、思い思いにこう過ごしてるわけですね。これ銀座のど真ん中で、買い物に来た人がちょっと疲れたり、あと観光客の方が疲れたりすると、もうここで座って、休憩しているっていうような、光景が見られた。で、これはなんでできるかって言ったら、さっき言った余白があるからなんですね。